てるかな。はい、これで見えてますか。あ、どうですかね。まあ入ってますか。見えますか。うん、入ってるっぽいですね。音量バランスとかどうですか。声とゲーム音の。どうもこんばんは。入ってる。あ、こんばんは。問題ないですか。じゃあ。では。ちょっとじゃあ OP 終わってから。そうですね。OP 終わって。ヨウモがまだ小さい。あら、ゲームの。はい。あ、コメント。まだ調節ができますかね。声が大きい。人によってちょっとバラバラかな。あ、コメンテーターの解説さんは僕はちょっとちょっと声ゴニョゴニョしますんで、ただそうですね、解説の方が片方小さい、コメンテーターの音量に多分上の方がで調整できるんじゃないですかね。うんですね、ちょっとあれおかしいな。バランスがちょっと悪い。あら、調整してるみたいです今。ああ、なるほど。ちょっと調整待ちますか。ですね。あ、調整してくれたみたいです。あ、どうでしょうか。いけますか。あ、声高い方が小さいだと私だな。あ、大丈夫かな。あ、ありがとうございます。あ、じゃあこれでちょっと来ますか。ますか。じゃあまずは自己紹介からです、はい。私の方が、あの、奏者のアーマードコアネクソスを今から走らせていただくミドルです。よろしくお願いします。今回このネクサス RTA の解説を賜りました、ジノです。今日は一日、短い間ですがよろしくお願いいたします。はい。では、ちょっと軽くアーマードコアの説明入れますか。ですね。ね、はい。ではちょっと、軽く開始前に、このアーマードコアと、今回行う Any% のレギュレーションについて、軽く解説いたします。まず、アーマードコアとは、3D メタアクションゲームというジャンルに属する、いわゆるロボットゲームですね。で、こちら、パーツを組み合わせて、オリジナルの人型兵器、アーマードコアを組み立てて、それを、操って様々なミッション、依頼をこなしていくというのが大まかな流れとなります。で、今回、走るアーマードコアネクサスに、これハードウェアプレイステーション2でアーマードコアシリーズ15作品中の第8作に該当しまして、このゲームメインシナリオであるエボリューションディスクと、各作品のリメイクをされたエボリューションディスクという2枚のディスクがありますが、今回走るのは、メインシナリオの入ったエボリューションディスク、こちらの方になります。で、はい、今回走る Any% についてなんですが、これちょっと今回いくつか縛りがありまして、まずバグ利用をしないというのが1つで、もう一つはミッション達成率を 100% を維持した状態で進めるというものがあります。100% 維持についてなんですが、こちらゲームを進める上でミッションをもちろんこう進めていく必要があるんですが、こちらですね、進めるだけでいい場合、ほとんど放棄して進めることができてしまうんです。で、これですと、いかにもちょっとゲーム性の本調ですね、こちら意味を含めまして、ミッションを必ずクリアをして走っていくという流れになります。で、また、失敗した場合なんですが、こちら一応、機のデータをロードを行いますが、こちらデータロードを行った場合は、記録自体、参考記録という形になります。はい、で、今回、使用ハード、これのゲームそのものは PlayStation 2なんですが、今回、初期型の PlayStation 3、こちらを使って行います。今回はそうですね。ね、では、では、ミロさん、そろそろ準備大丈夫でしょうか。あ、そうですね。はい。では、ですね、まず、ニューゲーム選択で計測を開始しますので、準備できましたら、はい、ミロさん、はい、カウントお願いいたします。はい、ニューゲーム選んだら計測開始です。で、じゃあ、5カウントで、始めさせていただきます。はい、きます。5、4、3、2、1、5。お、
では。はい。まず、開始直後、初期設定入りますが、こちらは全てデフォルト、名前は名無しで進んでいきます。で、アンケートですね。まず。はい。で、この後、オープニングテストとか、イベントシーンについては全てカットして進んでいきます。では、まず、ティッターアンケートで取りました、機体カラーの方を設定していきます。機体カラーはですね、RTA ちゃんカラーということで、今、設定中ですね。まず一旦全部黄色にして、コアを、すいません、まあ、ここでちょっと軽く、ストーリー解説の方を、入れさせていただきます。今作のアーマードコアネクサスというゲームのストーリーなんですが、まずこのゲーム3大企業と呼ばれる、ミラージュ、クレスト、シャーリーという企業がおりまして、この企業の、3社で、まあ、覇権を争うという、争いを繰り広げている世界なんですが、そこに唐突に新興企業であるナービスという、企業が、まあ、自社 の領地ナービス領というところにおいて新資源と呼ばれる新しい、資源を発掘、発見してしまったことにより、その三大企業とナービスとの間で、資源戦争が勃発したという、ストーリーになります。で、この、ご存知の方多いのかと思われますが、この三大企業の名前ですね、結構出てきますので、もし存じ上げない方いらっしゃいましたら、もし覚えていただけると、いろいろ、はい、導入がスムーズにいかない。では、まず、ミッション1、ミラージュ調査部隊襲撃。はい、こちらはですね、ナービス社の、新資源採掘場に強制調査を行おうとするミラージュ社の、調査部隊を、ゲージするというミッションです。まず移動は、ブレードを振って高速移動で、これでですね、いわゆる省エネ行動で進んでいきます。で、合間にこうミサイルを撃って、相手のこの戦闘兵器 MG と呼ばれるものですが、これを、全機撃破します。でこのゲームなんですが、ロックオンシステムが少々、独特のものを採用しておりまして、この画面中央にある、黄色い枠ですね、これを入れ、その中に相手を収めることで初めてロックオン可能になります。はい、これでミッションクリア。そうですね、ネクサスはですね、ブースト消費も激しいんですが、それ以上に回復速度が遅いので、省エネ行動などがかなり重要になっています。で、ミッションは終わりと。次、ミラージュ駐屯地護衛。ミッション2、ミラージュ駐屯地護衛。こちらですね、ミラージュ社が建設している駐屯地を、ナービス社の部隊が襲撃してくるということで、これを防衛するミッションと。でこちらはですね、戦力がヘリコプターしか出てこないので、でまずはこう、背後に機体いますので、それを撃破してます。でヘリコプターは、ミサイル1発当てた後はライフル1発で殺せますので、そういう形でテンポよく撃破していきます。ここでですね、RTA ちゃんカラーについて軽く解説で言えますと、足と胴体は印象的な白いソックスの履いた足、青い服ということをイメージしてますが、腕はですね、こちら黄色はツインテールの、ツインテールをイメージして腕を黄色に。本当はもっと細かく調整できるんですけど、ちょっと時間かかりすぎるんで。そうですね、ちょっと RTA 的に厳しいですからね。これでご勘弁を。まあ、いいですかね。なんとかなるのかね。ミッションクリアですね。で次が、ミサイル性能テスト。はい、ミッション3、ミサイル性能テスト。キサラギ社のミサイル性能試験として、こちらレイブに対して、性能試験を行うというミッションです。でこのゲームなんですが、こういういわゆる何ですかね、防衛しろとか破壊しろというミッション以外に、
こうテストをやってくれというミッションもありますので、非常にこのミッションの幅っていうのが広いゲームで、まずこれ、機動性確保するために武装パーツ、廃棄するっていうことを行います。で、このミサイルなんですが、今、録音されて捉えてるこの砲台ですね。これがですね、一度に2発出てくる。10回、計20回出てきます。20発出てきます。で、こちらを、回避だけで。が、で、これ、ミッション的には7発回避すればそれで十分クリアできるんですが、実は13発以上回避しますと、そこから1発避けることによって、報酬にボーナスが入りますので、ここは、ちょっと、検索も兼ねまして、全弾回避を目指していく。ちょっと集中がいりますね、ここは。そうですね。はい、これ、かなり遅いんで。最初のデフォルトの機体なんですが、とにかく機動性がないので、このミサイルを受けるというのは意外と難しい。あ、今の危ない。うまく回避しましたね。今、そろそろ終わるかな。このですね、コアにある、迎撃装置という機能が、あ、終わりましたね。こちらはですね、確率でこの飛んでくるミサイルを無効化してくれるっていう、いわゆる対空機銃みたいなのがついてる。クリア。システム通常モードに移行します。そうですね、爆熱のブースター、そうですね、ガールがまあ一応、一番熱いブースターですかね。ですが、あれは、実は、エネルギー消耗が逆に最も少ないブースターでもありますので、あれは本当に、メリット、デメリットがはっきりした、強力なパーツです。で、ここで、まず、お買い物ですね。パーツを購入して、組み上げていきます。まず、購入するのは、腕、ブースター、ジェネレーター、肩の、これが、パラスキャノンですね。構え違いで使えるキャノンを装備していきます。で、この腕ですが、これ、ですね、通常、アーマードコアの腕というのは、手持ちの武器を装備して戦うんです。こちらですね、武器腕と呼ばれる腕そのものが武器化した特殊なパーツでして、この RT においては、この腕増しと呼ばれるパーツですが、これをメインに活用していきます。で、こちらですね、はい、ミッション4、アリーナ、バースボム。で、このアリーナというのは、このゲームありまして、いわゆるその、一般的に依頼とは違って、この霊文同士が賞金をかけて対戦するという、まあ、ミッション形式の対戦というのがあります。で、ここで出てくる最初の AC、バースボムなんですが、正直そんなに強くはないので、まずここは、あったばかりの腕増しの危険体となっていただきます。この腕増しなんですが、とにかくこう瞬間火力はものすごい武器ですので、対 AC においては絶大な火力を誇ります。ちょっと逃げますね、今回。おっと、フレーズで逃げる。撃破。ちょっと今回のアモー君は逃げ気味でしたね。ですね。あ、そうですね。DPS に関しては腕増しがほぼトップクラスですかね。だから反面が弾数が少ないので、残弾管理をしっかりしないと、倒す前に玉切れしてしまうっていう、ハイリスク、ハイリターンな武器でもあるっていうのが、なかなかこう、うまくいかないと。では、ミッション5、爆撃部隊、迎撃。こちらはミラージュから依頼で、2つ目の、依頼で受けた、中間地理ですね。こちらはまた、新たな、今度爆撃部隊が出現したので、これを、防衛してほしいというミッション。まずは、腕増しを使って、この初期戦力のヘリ、あっ、大丈夫か。あ、やっぱり打ち漏らしましたね。撃破。で、こちら、バークリップと、ここは急がなくても、ね、そうですね、ここ、実は増援が出るんですけども、それからですね、ミッション開始から一定時間後に出ますので、そこまで前半は急がなくても、タイムには影響しません。で、これで、倒したので、まず、増援部隊を、このエリアギリギリですね、ここで待ち構えます。で、この、リービングエリアって今、警告音がピーピーになってるんですけども、こちらですね、このゲームは、各ミッションごとに、固有の領域、エリアっていうのが設定されていまして、で、そのエリアを逸脱すると、エリアオーバーということで、ミッション失敗となされてしまう。で、なので、それを、警告するための、警告メッセージ。で、このゲーム、実はこの、ミッションだけではなくて、いわゆる対人戦ですね。対戦も結構熱いシリーズなんですけども、実はこの、エリアオーバー警告、対戦勢にとっては非常に怖いというか、とりあえずはトラウマものの
傾向とですね、これ。ですね。まだかな。で、これで消しますね。そうですね、まだパラスキャノン意外とこれエネルギー食うので、ちょっとこの後テコ入れ入るまではエネルギーがちょっときついです。ですね。次これか。ミッション6、特殊工作部隊排除。こちらはナービスからの依頼で、ナービスの拠点、ベイロードシティという町があるんですが、こちらに侵入してきたミラーチの部隊を迎撃します。ありがとうございます。実は私、ボイスチェンジャー使ってまして、これ実は地声ではないんです。で、ですね、ここで戦う MT なんですが、この ECM と呼ばれる、このロックオンとレーザー機能を妨害する、ジャミング装置を持っている特殊なタイプでして、ちょっと、やられましたね。なんとか、逃げられる。これがですね、結構、厄介な代物ですね。で、これ2体倒すと、ここでイベント挟むんですが、カットします。で、そのまま、これイベントのローディング終われば、ミッションクリアです。ありがとうございます。次がテロリスト。そうですね。続いてミッション7、テロリスト排除。こちらはクレストからの依頼で、テロリストに占拠された MT 工場、こちらを奪還するというミッションです。こちらですね、序盤ではかなりの乱戦になるミッションですので、非常に見応えのあるところです。で、ここなんですが、先ほど言ったように、こう乱戦になる敵の数が非常に多いので、敵時、この腕増しだけではなく、肩のパラスキャノンも、活用しつつ進んでいきます。ここですね、ここはまずパラスキャノン構えます。意外とこのガードメーカー、動かないで。入れますね。ガードメーカーが、意外とふよふよ動くんで、当たるときは当たるんですけど、こう結構見避けられるときもあります。で、これ今ちょっとぴょんぴょん飛びながら、うさぎのように跳ねて動いてるんですが、こちらですね、ショージャンプ移動と呼ばれる、特にプレイステーションからプレイステーション2までのアーマードコーデは、必須と言われた移動テクニックとしてして、こちらですね、省エネ移動、省エネですね、省エネで高速移動するための手段です。そうですね、は出さないで結構というのが難点なんですが、まあ、ここについては頑張れば1時ロックって、ロックオンマーカーが黄色の段階ですね。これでも当たることは当たりますので、なんとかうまくいけばサクサクって。で、ここは、最後の部屋ですね。ここはもう一気に、腕増しで電気撃破を狙います。ここですね、意外とこう狭い上に敵の攻撃も激しいので、もう左画面左上にある AP というのを言った分ですね、これはもうとにかくガリガリ削られます。で、これが最後の1機かな、青いし、終わりですね。そうですね、一応腕増しでも足りるには足りるんですけども、ちょっと安定しないのもありますので、途中パルスを活用しています。ですね、ちょっとこれは昔とチャート変えてますね。私は腕増しだけだったんですけど、ちょっときつかったんで。ですね、そうですね、ロックオンしか1秒です。ですね、実はネクサスからその辺微妙にロックの仕様が変わってまして、2次ロックが完了する時間は完全に武器依存になる。解説に戻ります。こちら、ミッション8、新型生体兵器性能テスト。キサラギからの依頼で開発された新型の生物兵器ですね。こちら、アンリアと呼ばれる生物兵器なんです。こちらのテストを一緒。で、こちらですね、この子、攻撃手段がなんと自爆ですね、今の子です。なので、接近すると非常に危険なのですが、逆にそれを逆手に取って、接近して、こう、自爆させるっていう方法を、で、倒していきます。あ、よし、終了。全試験体の消滅確認。協力に感謝する。レイブン相手にこの結果なら十分だ。
今後が楽しみだな。あ、いやいやいや、そうですね、ロックオンの1秒って言いますと、確か AC2 からサイレントラインまででした。確かその辺までがそういうシステム採用された。次はこれ、今度は、ミッション9、ナービス警備部隊排除。今度は OAE という、団体からの依頼で、こちら、レイブンは、ナービス採掘場へと続くルガトンネルあの施設があるんですが、そちらを、制圧するというミッションです。で、この OAE なんですが、こちらは企業監視連合という、ものの略称でして、まあ、いわゆるその国連みたいな存在なんですが、このミッションの裏話をしますと、実はこのミラージュという三大企業の一つに圧力をかけて依頼させられたという経緯があるという裏話があって、まあ、実際その、存在というものは形骸化している団体。で、こちらですね、この、スナイパー MT と呼ばれるスナイパーライフルを持った MT がいるんですが、こちらを、とにかく全地で把握することでクリアできます。で、これが最後ですね。大丈夫。そう、これです。ちなみにこの、おそらくプカプカ浮いているこれガードメカなんですが、こちら実は無限に出てきますので、ここはもう通常プレイでも無視した方が得。で、買い物ですね。そうですね。ここで、最後のお買い物ですね。はい、行っていきます。で、まず、その前に、今まで報酬で得て、使わないパーツですね。と1個ありますので、このパーツを、はい、売却して、この後、どのか。で、まず、頭、コア、胴体です。で、足。で、FCS。こちら、ロックオンサイトに関わる、パーツです。こちら、インサイド。機体に内蔵する補助武装です。こちら、肩のミサイル。オプションパーツ、いわゆる、スパロボでいう強化パーツみたいな。で、こちらですね、今、チューニングっていうのを行ってるんですが、このゲームですね、一部のパーツについては、お金を払うことで、カスタマイズって、性能の底上げができますね。それを今行って、RTA で特に大事な機動性を今、強化しました。で、ちょっと言い忘れたんですが、エクステンションという肩に、本当に肩の部分を装着する補助装置があるんですが、そちらも、装備して。で、ミッション10、研究施設破壊。こちら、木触りから依頼で、先ほどのアミラですね、あれを製造している施設に対して、ミラージュが笹添いでると予告してきたんで、こちらを破壊してくれと。で、開幕、こちら AC 戦からスタートするんですが、ここには胴体がガショッと出した EO というパーツがあるんです。こちらですね、自動で攻撃してくれる武装でして、今後この AC 戦においては腕回しとこの EO ですね、この連携攻撃で早期撃破を狙っていきます。で、AC を倒すと今度は目標の研究施設に行くためにエレベーターの地下用。で、ここでですね、ちょっと AC のシステムが関わるんです。ここは高温地帯になってまして、で、このゲームは熱暴走という概念に。危ない。これですね。機体がですね、被弾とあとは外気温によって一定以上の温度に達しますとエネルギーとあとあれだと AP を減少する熱暴走という状態になります。で、こちらをこう防ぐために、今回そうですね、じゃあそれを補助するためですかね、肩にエクステンション電池というパーツがあるんですが、こちらを使って、適時、エネルギーを供給して、エネルギー切れを落ちないように戦っていきます。ちょっとまずいです。でコバリングも実はその下にアミラですね、あれの自爆攻撃で熱暴走を防ぐためにこうホバリングしながら生産開始で、これで、ミッションクリアです。そうですね、電池が確かに禁止パースの筆頭に上がるものですね。そうですね、基本的にこの RTA で電池っていうのはものすごい大事といいますか、もうもはや生命線ともって過言ではないもの。次はこっち。ミッション11、夜間戦闘模擬演習。こちら今度ですね、テロリストからの依頼で、ベイロードシティへの夜間襲撃に対する
暗闇の中での戦闘訓練をレイブンに依頼するというミッションです。で、ここでですね、頭部にある機能の一つで、暗視スコープですね。こちらが必要になっている。まあ、正直な話なくてもいいんですが、この暗視スコープという機能があります。ここ本来真っ暗なんですが、このように、ね、視界を確保することができます。敵戦力ももう本当この MT 数体だけですので、この暗視スコープ機能のお披露目みたいな、こんな形です。そうですね、ロータス電池より不動単体、微妙に不動の方が軽いのかな。あと、どうだった、手に入ったかな。エンドボム。では、ミッション12、アリーナ、エンドボムですね。で、こちらですね、前回戦ったアモードの再戦になります。で、機体がですね、前回はバースモームだったんですが、名前がエンドボムに変更されている通り、機体性能とさらにパイロット給料も大きく上昇しています。なんですが、こちらの機体もそれ以上にパワーアップしていますので、申し訳ないですが前のようになっていただきます。はい、ここね、今インサイドロケット当たりましたね。で、ここも、EO と腕増しで一気に出してきます。このニードルさん、このインサイドロケットという武器があるんですが、こちらですね、全くロックオンもできない武器で、さらにガイドラインも出ないので、ものすごく狙いにくいというか、当てられない武器なんですが、この人は普通に当ててきます。いやいや、もう本当すごいところです。そうですね、エンドボム化したアモーはものすごい鬼エイムですね。たまにたまにそうですね、ちょっと EO も追加して、前より広くなってますね。次がこれ発電施設ですね。ミッション13、発電施設破壊工作。こちら先ほどのテロリストからの依頼で、ベイローズシティを停電させるために発電施設の破壊工作を行うというミッションです。ちなみにこちらでですね、先ほどちょっと出てきたこの ECM っていうのが非常に厄介なところですね。で、まず、もうここ武装はもう使わないので肩の武器は全部解除します。で、ここですね、この ECM のお金でレーダーも使えない上にロックオンもできなくて、さらに攻撃も激しいという厄介なところですが、目標はあくまでこの、ターゲットに示されている発電装置、これのみですので、敵はもう完全に無視して、でですね、また通信があった通り、もう一箇所あるので、そちらまた急行します。この出っ張りがね、引っかかりやすいんですよね。そうなんですよね。なんかモーターみたいなパーツがすごい邪魔なんですよね。あと、ここのあれから柱も結構邪魔です。で、先ほどですね、この買い替えた足のディンゴ2というパーツなんですが、これがですね、非常に参加性の高い足でして、こういう狭くて取り回しにくいところでも難なく動けるようになります。で、またこの、サイズの形ですね、先ほど違ってこう横の長方形の形になっているんですが、これは先ほど買ったパーツの、特性でして、このゲームですね、対空戦闘もかなり大事なんですが、特にこの旋回の横方向です。これが非常に重要になってきますので、ちょっと他にも理由はありますが、そういった意味でも採用しています。はい、次が対 AC 演習。ミッション14、対 AC 演習。クレストからの依頼で、同社に所属するレイヴンと演習を行います。ちなみにここで出てくるレイヴン、ジノービーというキャラの実は彼、ミッション6、特殊工作部隊排除のイベントシーンで登場しているんですが、カットされたために長らく出番がなくなったという、ちょっと悲しいキャラですね。お手柔らかにな。で、相手の AC なんですが、両肩にあるグレネードキャノンという、巨大な大砲ですね。こちら装備したものすごい強力な AC なんですが、反面、こう、機動力と旋回性がものすごく低いので、この通り、死角を取って、ちょっと危なかったですね、今の。資格を取りつつ、腕増し E を垂れ流して、止まってしまった。ちょっとあそこのストップが惜しかったですね。そうですね。今日のジノさんはちょっと荒ぶってますね。そうですね。ちなみにこのジノビーキャラなんですが、また後半の方にも登場してきますので、ぜひ覚えていただければと。そうですね。足の旋回がそもそも死んでますからね、彼は。ミッション15、ベイローズシティ侵入者排除。依頼主はナーリスで、ベイローズシティの停電に乗じて侵入してきたテロリストを排除するというミッションです。
これですね、元はといえば先ほどやった発電施設破壊が原因でというあのこういうマッチコップ的なミッションなんですが、割とこの AC の世界ではよくあることです。ただこのアーマードコアというゲームは本当にあのこういう完全単純な完全掌握ではなくて、本当あの民間人乗ってるモノレールを破壊しろとかそういうの平気であるゲームですので、またそういうところもまあちょっと人によっては受け入れられないかもしれませんけど、そこはまた奥深い魅力の一つになっています。でここを結構その、敵が守りに配置されているので効率よく動くの難しいんですが、もう二郎さんさすがですね、サクッと撃破しました。はい、うーん、確かにそうかもしれないですね。やはりレイブンの世界はもうシビアですね。仕方ないですね。新型 MT。ミッション16、新型 MT 性能テスト。依頼主はクレストで、同社が開発した新型 MT の性能をテストするというミッションです。また、久々に出てきたテストミッションです。ここの出てくる MT が今までよりはるかに強力なタイプで、武装のグレネードとナパーム弾で攻撃してくるというこのシステム上かなりいやらしいやつなんですが、この時はまだそこまで強くないので、その通り、まず旋回しつつ強出まし用でサクサク押してる。あ、おった。あ、今の押しちゃった。で、これで3次停車で、クリア。そうですね、次回ちょっとドッキリシーンがありますね。次は、あ、来ましたね、ここは次はちょっと二条さんの技術が光るミッションですね。ミラージュ輸送機護衛、はい、ミッション17、ミラージュ輸送機護衛。依頼主はミラージュで、ナービス領侵攻のために新型兵器を輸送する輸送機を、レイブンに護衛させるというミッションです。こちらもですね、ECM が厄介なミッションなんですが、何よりもここの ECM、一つ問題がありまして、正直、チートコードを使わない限り、ECM の無効化が狙えないという、非常にめんどくさいミッションです。ですので、ここを実質ですね、はい、ここ、パラスキャノンを使ってこう出てくるメカを、するんですが、すべてこれ、マニュアルで狙っていきます。で、時折、ECM が弱くなって、ロックオンできる瞬間、今ですね。ありますので、ね、逃さず出ればよりタイム縮まるんですが、ちょっと今回は危ありません。あ、来ました。そうですね、このマニュアルで当てるというのが二条さんのすごいところで、これですね、普通にやる場合は弾の多いマシンガンですとかショットガンでとにかく弾ばらまいてゴリ押すぐらいしかないんじゃないかな。うん、ちょっと、あ、惜しい。ちょっと厳しい。厳しいですね。このあの頭上にフルフルするやつが本当に鬱陶しくて、なかなかこれが当たらないんですよ。あ、これはちょっと球数が厳しいか。ちなみに開幕防衛大使を全部破壊したんですけども、実はこれ破壊してもミッション失敗にならないので、むしろ視界確保のために全て破壊してます。ちょっと待つか、ここは。そうですね、マウスエイムはしたくなりますね。あー、切れた。あー、切れてしまった。ここからは、腕巻きに切り替えて無効利用していきます。立たない。あー、うまい。ちょっと遅いですね、これは。そうですね、これパルスが切れるって珍しいですもんね。ちょっとここは、だいぶ翻弄された形で。ミッション ECM 対策不可能ですからね。そうなんですよね、最大まで出ても ECM 無効化できないっていうのは本当にやらしいですね。ここで、おミッション18、キサラギ調査部隊排除。依頼主はナービスで、ナービス領にある湖コイロス湖を占領し、こちらの調査を行おうとしているキサラギの部隊を排除するというミッション。で、こちらですね、とうとう本 RTA 発
アーマードコアシリーズでおなじみの水上ミッション。この水上ミッション、何が厄介と言いますと、実は水の上に降りた瞬間です。これは瞬間ですね。強制的にエリアオーバー判定となります。ミッションで、まずこうやって、はい、足場を確保して、今度はその後は、これくれば、もうあとは流れ作業を旋回しつつ、ロックオンする日の簡単なお仕事ですね。当たらない。敵勢力の範囲を確認しました。機体の回収に向かいます。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。次もちょっと不安なミッションだな。そう、次も怖いですね。これ、ミッション19、燃料施設防衛。依頼主はクレストで、クレストが所有する燃料貯蔵施設を、テロリストの襲撃から防衛するというミッションです。こちらもですね、地味にやらしいミッションですね。でこちら、このタンクですね、燃料タンクを防衛する、この小さい MT を撃破するというものなんですが、敵の攻撃の作業だから自分の攻撃で破壊するっていうのを、やってしまった。これがですね、すごい怖いミッションでして、1個2個でしたら大丈夫なんですが、あまり壊しすぎると、当然、ミッション失敗となります。で、これがまた、敵がこう細かいので、非常にこう狙いにくい。やべ。おっと。あっと。これがラストかな？大丈夫ですね。あ、ラストですね。エネルギー反応が敵部隊の全滅を確認しました。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。そうですね、ここは実はそうですね、燃料タンクをすべて防衛すると隠しパーツがもらえますね。ミッション失敗した場合はですね、ストーリー的にはミッション失敗しても問題ないです。ただ RTA 的にはデータロードして直前からやり直し。ああ、なるほど、はい、直前からやり直しです。バックアップ用のデータ用意してあるんで、はい。ミッション D に新型 MT 性能再テスト、先ほどのあれですね、グレネード MT との再テストになります。内容は前回とほぼ変わらないんですが、来ました。これですね、動ける前から常にこう気力をしていることで、最初の一発目を回避することができます。なんか一発今食らっちゃいましたね。危ない危ない。まあ一発くらいかな。そうですね、参考となるデータが入手できました。協力に感謝します。作戦目標クリア。システム通常。本当この MT はですね、1回目 のテスト時の性能もまだいってほしかったですね。正直なところですね。そろそろそうですね、キャトも、これでちょっと折り返しですね。ミッション中には OAE 調査団主人、依頼主はナーリスで、ミラージュの活力を駆使した OAE による採掘場への強制調査ですね。これが行われるので、その OAE に乗ったモノレールを破壊してほしいというミッションです。で、このモノレールなんですが、画面左側ですね、今ターゲット出てますから、はい、そこから出てきます。で、これを、まま腕ましがぶって、あ、ちょっと一瞬もたつきましたか。いや、ちょっと安定取りました。あ、安定取りましたか、なるほど。目標の破壊を確認しました。OAE ですね。すいません。通常モードに移行します。あれか。で、これでようやく、折り返しですね。ミッション22、ミラージュ輸送部隊迎撃。依頼主はナービスで、コイロスコへ向かうミラージュの輸送部隊を迎撃するというミッション。こちらですね、やったことある方には覚えてらっしゃる方もいるかと思うんですが、かなりの高難度ミッションです。
まずですね、このミッションがこう向かってくる輸送機ですね、これを迎撃するミッションなんですが、実際クリアするだけでしたら、実はこれ一気に撃破しなくてもクリアできます。この場合は、ミッション開始から2分で、それ経過すれば、経過するまで生きていれば問題ないんですが、この場合ですね、全機撃破しますと、最後 のオペレーターからのメッセージがなくなる、確かすごくなるのかな。その関係で、全機撃破になっていきます。で、開幕は、肩のミサイルを使用。こちらですね、ミサイル、これ妊婦というミサイルなんですが、4ロックで倒しますので、きっちり4ロックして打ち込んで倒します。このミッションなんですが、何が難しいと言いますか、とにかくこの数が多いんですね。数が多い上に、このミサイル、誘導ミサイルで攻撃もしてくるので、ミサイルをかわしつつ、電気化していくと非常に忙しくて、これはもう練習を要するミッションです。クリアするだけならね。そうですね、もう最悪無視すればいいんですけど、電気撃破を狙う場合が本当にしんどいですね。そうですね、確か、リアルタイムで当時のテンプレも両手砂とか、そんな感じでしたね。で、ミサイル来たら今度は腕ましイオを切り替えます。で、こちらの輸送機ですね、こんなに耐久力がないので、腕ましをこう軽くポポッと当てるだけで落とします。ただ、数が多いので、しっかりここで残弾管理をしないと、終盤に弾を切るっていう大惨事があります。ここはもう慎重に行きたいと思います。そうですね、AP の残り具合もいい感じでしょうか。まあ、大丈夫でしょう。そうですね。ちなみに今回使ってる FCS は、交流タイムの関係で国、ね、文書の介護官と。かなりいい感じでいきますね。3体かな。そうですね、これは本当いい感じで。あ、まだいた。ラスト分裂熱が、あれですね、 AC2 の赤マルチみたいなパーツをフォーシップでありますよね、本当に。うーん、あ、これで、はい、全機撃墜ですね。そうですね、武器腕系って基本的に装甲と AP、ヒットポイントの部分ですね、非常に薄くなっちゃうので、ハイリスクハイリターンなんですね。次どこ、次が武装列車、武装列車ですね、はい、ビジョン23、武装列車破壊。依頼主は OAE で、サイクス条約の強制調査を行うため、ナービスによって設けられた、防衛部隊、こちらを突破するためにレイブンを派遣する。でこちらのミッションなんですが、こちらも結構敵が多くて攻撃の激しい厄介なところですね。これ、開幕目の前の戦車が攻撃してくるので全力で撃破。ちなみにこのミッションは目標はあくまでこのあれですね、モノレールのような、武装列車、これのみですので、こちらのみを集中的に撃破していきます。ちょっと上で休憩してから。そうですね、おっと、誰だ、ね、このスナイパー MP の攻撃が本当に怖いんですよね。あ、落ちた、MP。で、これが最後。おっと、吹っ飛ばされる。ライブ。本当、強力があるんで、エクステーション電池は本当に欠かせません。さて、次はいよいよ、例のミッションですね。ですね。はい、クレスト部隊進行阻止、本チャート、鬼門の一つですね、ミッション24、クレスト部隊進行阻止。依頼主はミラージュで、ナービス進行の隙をついて、進行してきたクレストの部隊が、このミラージュの駐屯地を襲撃してきます。こちらをですね、レイブンで護衛するというミッション。ここで今流れてるアートバーン、ね、この BGM は本当にこのネクサスの屈指の名曲の一つです。
でですね、また確か今年の11月でしたかね、アーマードカーの歴代のシリーズ全部の曲を収録したオリジナルサウンドトラックが出るそうですので、ぜひアーマードカーの曲に興味ある方、ぜひ買ってみてください。で、まず、開幕、これですね、MT が大変に出演しますので、こちらをまずミサイルを使って遠距離から仕留めていきます。こちらですね、MT は全部で8体出現しました。あ、いい感じですね。今ほとんど被弾もなく。で、ここで、ミサイルが切れたので、腕増しイオンに切り替えます。もう一体はこの辺だったかな。そう。で、これで、ここで電気。あ、また入れます。いますね。あれがラストかな。いや、もう一体ですね。あ、もう一体。確か通常版でしたらまだ予約ができたかと思うんですが、限定版はなんかもうそこで終わっちゃったらしいですね。で、いよいよ、あ、来ましたね。で、これで MT8 機全滅させますと、今度はクレジット直属の、AC が増援として上がります。で、こちらですね、こちらも、腕の CEO でとにかく、装置でしか狙いたいんですが、パターンによっては、あ、ちょっと やらしいですね。あ、大丈夫かな。たまにですね、中央にある防衛目標の中に入り込んで、防衛目標を縦にするように、あ、来ましたね。そうですね、時折こう防衛目標を縦にするような動きになりますんで、それをされると本当に厄介なところですが、もう難なくクリアです。なんとか。そうですね、おそらくジノービーさんより強い可能性はありますね。まあ撤退するんで、途中で。そうですね。さて、運ゲー行きますか。運ゲーですね。ミッション25、新型 AC 製の、依頼主は木更津で、今度は同社が開発したオリジナル AC、ルシャナというんですが、こちらとの、テストミッションになります。で、このミッションなんですが、これ本当運ゲーでして、相手の行動パターンによっては一瞬で終わります。ただ逃げられるとちょっとどうか。ちょっと逃げるか、このパターンは。まあ、なるほど。割と早い方ですね。あとですね、道中ロケが一発見やすい当たったのも大きかった。あ、抽選予約やってるんですか。それは知りませんでした。ありがとうございます。私はちょっとお金ないんで僕もうすでに通常版予約しちゃったんだよな。アルテインジャパンのためにいろいろ調達する必要があったんで、いや、もうそれはしょうがないですね。と、ミッション26、脱出路救援。依頼主はナービスで、今までですね、ナービスとクレストっていうのは実は協力関係にあった。それが突如、クレストが襲撃されたナービスが、市民を逃がすためにこちらレイヴェンに護衛をさせるというミッション。まず、開幕右後方にいるこのスナイパー MT ですね、こちらから撃破していきます。で、この後、この前方にいるこの重装型 MT、 あ、いい感じで撃破です。こちらですね、結構硬いのでタイミング間違えると割とこう倒しきれないっていうのがあるんですが、難なくいきます。で、今度は丘の上のスナイパー MT をミサイルで撃破して、この最後の重装 MT を腕回し EO でとどめをさせて、結構今回サクッてしましたね。あ、ありがとうございます。さて、次はお父さんか。お父さんですね、はい。ミッション27、ナービス採掘場を攻略。依頼主はミラージュで、そのナービスの今までこう守っている採掘場への総攻撃のために、そこに残存している敵勢力を排除するというミッション。そうですね、ピンファイアが出てきます。まずはこの開幕フィニッシュルガードメカをミサイルで攻撃しますが、こちらですね、2発撃てる理由としまして、これすごいフーフー浮いてる関係で1発ですと寄ってられる可能性があるんです。それを避けるために、2発撃っていわゆるデュアルミサイルのように使って
確認しに行って。実は最初のシャープウェストはリアルミサイルを装備していたんです。こちらの方が、いろいろこう潰しやすくということで、2分1回で。で、これで、残ってんじゃん。破壊して、あれ残ってる。あ、ほんとだ。40秒ありますから、急がなくても大丈夫です。はい。で、これで、来ました。バルトライフ。はい。ピンファイヤー回します。で、この AC なんですが、この、両手に持ったマシンガンとマイクロミサイル、これ今出てきた。こちらを持っている近接鉄砲の、アセンブルしてますので、こちらはそれに付き合わず、危ない危ない。こうやって距離を取って、腕増し用で確率撃破を狙います。で、その距離こう、立てちゃう。お、うまくいきましたね。ちょっと怖かったですけど、ちょっと危なかったですね、途中。ちょっと道中私もヒヤッとしました。結構いつの間にか AP 減るんでね、フィンガーは。そうなんですね、フィンガーのフリーヒットだったやっぱり途中マイクロミサイル当たったのもちょっと痛かったですかね。ですね、やはり怖い。ちなみに申し訳ないんですが、本チャートでは息子との、復讐戦はありませんので、ご了承ください。隊長。隊長ですね、はい。ミッショントレーニングゲート、アリーナ、オラク。アリーナとまた、レイヴンと対戦します。で、ここで登場する AC、オラクなんですが、本作、ネクサスのパッケージにもなっている機械で、非常に数ある AC の中でイケメン AC の一つになります。で、こちらですね、そうですね、隊長と言われた通り、この続編となるラストレイヴンというのがあるんですが、こちらにおいて、こう、キーパーソンとなるキャラクターです。で、こちらの AC ですが、まずミサイル撃ってくる。でですね、こちら、カチャに装備したリニアキャノンという武装があるんですが、これ、今、これですね。あ、これだ、これ。これがですね、とにかく、被弾するとガチッと固められるので、これを避けるために、こう、回避しつつ、あ、倒せましたね。落ち着いて腕増し用で撃破完了です。ですね。さて、次もあれですね、キーパーソンキャラ出てきます。ああ、ちょっと次が怖いんで。ここは、します。はい、チャートでも屈指の鬼門です。70。ミッション29、ミラージュ補充、補給機器強襲。依頼主はクレスト、ミラージュの機器に対して攻撃を仕掛けるという、まあ、依頼自体は単純なんですが、ここで出てくる AC、ポックサイ、パイロット、ジャック王が非常に強力です。まず開幕、EC も展開している MT がいますので、それを1体破壊します。これですね。そしてこれで準備完了。あー、カクタは来る。あー、この今飛んでくるミサイル。あ、迎撃に果たしましたね。このですね、撃ってくる大型ミサイル、核ミサイルってよく言われるんですよ。これがもう本当当たった瞬間に、はい、また撃ってきたよ。しますんで、あ、また迎撃決まったね。これはいい流れだ。出ますね。今は腕増し、ああし、撃破ですね。いや、いい流れでしたね、今のは。これですね、本当核ミサイルから安定取るために、基本ガン逃げします。今回ここは迎撃機能が2回とも 100% で仕事してくれましたんで、そのままゴリ押しで KO ですね。こっちペラペラなんで。そうなんですよね、本当にもうダメージの、そうなんですか、熱量がやばいですからね。はい、さすがやばい。さて、次また運ゲーですね。運ゲーだー。ミッション30、新型 AC 製の再テスト。前回戦ったルシャナですね。こちらとまた、再テストになります。今回も基本的には前回と一緒ですので、相手の行動パターン次第の運ゲーです。これより新型機の性能テストを開始する。さあ、運命の一戦、どうなりますか。今回は満足なデータが得られるものと期待している。では始めよう。おーい、逃げる。しかも今回結構早い。お、でもロケが2回当たりましたね。ですね、やっぱりロケット当たると早いですね。ですね、固まるんだよね。うん、です。あ、そうか、あれと固まったから最後にトルベ入ったんですね。
なるほど。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。どうでしょうね、CRTA。まあ、運ゲー要素もいくつかありますが、まあ、作品によって変わるの、ね、やっぱりですかね、あの武装選択で、なんとかなるところもあるんじゃないですか。こっち。いましたね、ミッション31、ナービス残党追跡。依頼者やミラージュで、峡谷にいる、ナービス残党を排除するというミッション。でこちらですね、普通にやる分には走行で難しくないんですが、実はちょっと RT 的には割と厄介なミッション。結構面倒くさい。まず開幕、このここでですね、戦力がこの浮遊しているガードメカと奥にスナイパー MP のこれ2種類しかいない。でまたこれ後方にもいますが、まずスナイパー MP はミサイル。当たんない。あ、今行けましたね。このガードメカはですね、ミサイルが本当に当たりづらくて、基本的にはスナイパー MT を、ミサイル撃破して、まだ生きてるのかい。あれ生きてる。うわー、しぶとい。これがあるんです。これがあるので、このミッション、本当はチャート的に厄介だ。ちょっと待って。あー、やばいですね。聞いて。落ちてんじゃないかも、お前。あー、スナイパーがどこ落っこってるのか。ちょっとこれ、タイム的に厳しいですね。ちょっと待って。ですが、ちなみにあのこう上からサードするんで、落っこったらダメと思いきや、実は落ちても、エリアオーバーにはならないんですが、タイムロス激しいので、とにかくこうやって空中を維持しながら、進めていきます。あ、ここでイオ君が仕事をしてくれた。ちょっとチャージングしたら、もう大丈夫だ。ちょっと吸ったかな。そうですね、あの途中あの打ち漏らしたのがかなり痛かったです、ね、ここ本当にあのああいうあの倒したはずが倒しきれてないっていうのがあるんで、かなり厄介な。では、気を取り直してミッション32、友軍部隊襲撃。依頼主はミラージで、砂漠にいるナービスの残存部隊、こちらを排除していくミッションです。こちらもですね、先ほどではないんですが、地味にちょっと厄介でして、こちら敵戦力は戦車です。これしかいないんです。この隆起した砂漠とこの背の低い、戦車と相まって非常に視認性が悪くて、さらに、あのマップに入ると広いんです。対してですね、頭部にレーダー機能が内蔵してるんですが、このレーダー範囲がそっくり広くないので、こちらあの状況判断と立ち回りを要求される、かなり面倒な人です。でですね、こちら、あーっと今腕増しが、結構腕増しが危ないですね、大丈夫か。ここですね、こうあの腕増しだけですと、たまりで起こしちゃいます。こうやって時々ミサイルも折り混ぜていきます。で、この戦車なんですが、ミサイルこの、この吉ですね、6発まで連続ロックできるような、ちょうど6発で倒せますので、あっ、いい感じ、いい感じ。ロケを食らえ。と、ロケが当たるか。ロケでゴリ押す。でした。お疲れ様です。そうですね、本当に二郎さん動き洗練されてます。これはもう本当に練習修練のなせればかったね。では、ミッション33、採掘場発電システム。依頼主はミラージュで、先ほど進行したのナービスの採掘場ですね、あちらを攻めるために内部の電源装置を破壊するというミッションで、ここなんですが、もう2箇所発電施設があるんですが、もうそれを破壊するだけでいいので、武装を捨ててとにかく最速で行動していきます。割ともうこれとスピードランという感じですね。とにかくもう本当に、時間との勝負。まずこれ1個目。で、ここのところに、2個目ですね。これです。はい、ターゲット。で、壊して。
あ、さすがですね。これで、ミッションクリアです。あ、フォンヤルフロントの RTA はありますね。PSP のものは。ほう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 、なるほど。で次もちょっと安定しないんだよな。いやー次ですか。そうですね、ここはもう微妙に疑問ですね。ミッション34、ミサイル施設防衛。依頼主はミラージュで、同社の、ミサイル発射基地をサーズの新型 AC 部隊から防衛するというミッション。ここですね、今まで散々テストで出てきた、ルシャナが、まあ、大活躍といいますか、いろいろ出てくるミッション。まずは、このルシャナと1対1の対マンですね。これをまずは、腕回し EO で速攻で撃破したいが逃げられる。さあどうだ、うまく引っかかってくれた。でこれで撃破する。でこう撃破しますと、はい、増援が現れます。で増援もなんと今まで1体ずつルシャナが3体同時に現れます。でこれですね、この今まで乱れてるエネルギー弾、これが非常に強力ですので、まずはこのミサイルを使って確実に、削っていきます。でちなみに、ここの、ミサイルの防衛対象なんですが、敷地の外周ですね、その外枠あるんですが、そこにこう沿うように配置されていますので、うまくルシャナなどをこう真ん中に乗せて戦うようにすると、同時に施設の防衛もできるので、一石二鳥という形になります。さて、どうでしょう。そろそろ、このまずこの一体を仕留めにかかりたいが、どうか。厳しいですね。さて、そろそろ落ちてほしいんだが。そろそろそうですね、ちょっと決めたいところですね。ちょっと今回フォーメーション組んでて動きづらいところですが、でミサイルもそろそろ残り少ない。ミサイルがここで切れる。これもここで腕回しで行きたいですが、うまく攻めようとすると逃げる。ちょっときついですね、パターンが。一体落ちてくるだ、攻めて。そうなんですよね、崩れればそれで均衡取れますから。あ、倒せた。いや、そこで、そこで行きたいですね。はい、できた。で、これであとは一気にもう腕回しでとどめを刺すだけですね。わりと今回も翻弄されましたね。結構厳しかったです ね、 ですね。早いと本当にミスタイルもそこまで打たないで腕回しでゴリゴリいっちゃったりするんですけど、今回ちょっと辛めでしたね。アセン変えればもうちょっと安定できるんですけど、アセンの時間がもったいないんでね。そうなんですよね、そこの結局ロスを取り返すことを考えるとなかなか難しいところ。ミッション35、クエスト本社部隊揚陸。依頼主はクエスト現地部隊。実はですね、現在のクエストというのは本社とここのナーテフィルにいる現地部隊の2種類が存在するんですが、その本社と現地の間で内戦状態に陥っていて、今回は現地部隊が本社からやってくる部隊を撃破してほしいというミッションです。で開幕ですね、こちら本社部隊の AC2 体を撃破します。まずはこの、スナイパータイプの AC、 こちらからまず一目にかかる。これはもう本当に弱いので腕増し用で倒して、あ、後ろにいますね。後ろか。こいついつも変な動きするんだよな。動きがそうなんですね。ちょっと動きが安定しないというか妙な動きをするんで予測しづらいんですよ。あ、まだ生きてんじゃん。しますね。死んだと思った。ちょっと今の躊躇は痛いか。これ2回倒します。更新してました。本命のちょっと油断しましたね。でこれ本命の AC、ワイリータンク、レイブン、トドロキっていうキャラクター、結構有名なんですが、登場します。で、こちら、撃破方法なんですが、先ほどのようにこう包帯をしまして、パルスキャノン構えます。で、ここからは一気にこうパルスキャノンで狙いします。で、エネルギーは常時、電池で供給しつつ、EO も展開。で、余裕があればローチェンも狙っていき、このままどうでしょうか。これはいいパターンかどうか。あ、倒せましたね。で、ローチェンもかなり決まりましたので、この通り、フレヒットすると、接近される前、撃破でした。 OK。 実はこのワーリータンクなんですが、普通に倒す場合ですと、実はこれ遠距離に対する対抗策全く持ってないので、レーザーライフシェードでもいいので、それでこう後ろからバシバシ撃ってるだけで意外とあっさり倒せたりします。
ええー、ゾーンだ。あ、来ましたね。これでちょっと後半、休憩ポイントが得られるそうですね。ミッション36、ミキサーリ固定施設、はい、依頼主はミラージュで、キサーリの固定調査施設を護衛する AC、こちらを破壊するというミッションです。で、ここで出てくるのが、うん、あと最後の水上ミッションです。で、この AC がですね、フロート足という特殊な着陸パーツで、この通り、水の上をこう、浮遊して動けるというパーツなんです。で、さらに動きも速いので、まさにこのミッションのための AC みたいな存在ですが、走行は脆いので、瞬殺。で、この後ですね、実は、はい、ミラーレしか何度ミサイルが爆発されますが、この位置が実は暗示になりますので、この後一切動かずにミッションクリアまで進行します。で、ここですね、ちょうど2分ぐらい、休憩時間になりますので、もし空気で必要な方いらっしゃいましたら、ここは今、ミッションです。ちょっと深呼吸をしよう。そうですね、いやもう本当に超集中ですからね。で、ここでですね、チャートもですね、もう本当終盤ですね。そうですね、ラストレイブンは本当に V 破壊がなんであれをオンオフ切り替え入れなかったんだっていうシステムですね。そうですね、 AC はですね、実はこうやってほっとくとこういう胴体をくるくる回すような待機動作になります。あ、遊んでますね。グリス、そうですね。ミラージュは最初からこちらもろとも施設を攻撃するつもりだったようです。さて、じゃあラストスパート。そうですね、ラストスパート行きましょうか。放置しておくわけにはいきません。彼らには叱るべき報いを受けてもらいましょう。作戦目標ですね、AC の RTA とアーマードのフォーメのフォント ACFF と呼ばれるやつでなんか RTA やってらっしゃる方いらっしゃるそう。この辺はちょっと後で。あ、そうですね、 SL はいいよガチャガチャでスポーツを起こしますね、あれは。次はここか。はい、ミッション37反乱部隊戦務。依頼主はクレスト本社で、輸送ヘリを強奪して逃走した現地部隊、クレストの現地部隊です。こちらの部隊を、排除するというミッションです。こちらですね、実はちょっと一つ裏技的なものがありまして、ここですね、出てくる戦力というのも、実は奥から輸送ヘリ今来てるんです。これ4機のみしかないんです。で、実はですね、これ一番最後の輸送ヘリが、奪ったアーマードコア AC を、持ってるんですが、その輸送ヘリのみを破壊するだけで実はクリアできちゃいます。反乱軍は輸送ヘリ強奪の際にダンカーの AC 機体を奪っていきます。あ、これは倒していくスタイルですね。任務を遂行するにあたりこれら全てを撃破して構いません。そうですね、後半のオペコは結構言動が怖いんですよね。あ、ロケット一発当たりましたかね。一発当たりました。そうですね、これ今目標撃破って出たんですが、最後のヘリを破壊するだけでこのミッション実はクリアできちゃう。ですが、まあ、申し訳ないですが、電気撃破させていただきます。アリーナの相手はエーミングホークさん。はい、エーミングですね。ミッション38アリーナ、エーミングホーク。ちなみにここのアリーナなんですが、実はですね、ここまでの進行状況によって相手が
若干変化するんですが、コンチャート、100% で進めていますので、この場合はエイミングホークという、AC に限定されます。で、相手 AC なんですが、軽量200というパートを使った機動性の高い AC、この通り、上からこう四角を取るように動いてくるのが、反面走行は無理なので、この通り、腕増し EO で一瞬で落ちています。でちなみにこのゲームの対戦においても、この上を取るトップアタックっていうんですが、これ非常に、有効な戦術なんですけども、中途半端に動くと、このエビングホークのようにあっさり落とされますので、かなり両方、容量を正しく守ってお使いくださいという。次はここですね、ウタロンさん、かなりフレームが脆いので、AP 本当6000台とかぐらいですね。では、ミッション39、生存者探索。依頼主はミラージュで、採掘場に入った同社の主力部隊が消息を絶ったために、その捜索を、レイブに依頼するというミッションです。こちらですね、侵入には先ほど電磁説破壊で使った裏道、こちらを使っていきます。で、ここも基本的にはもう移動のみになりますので、武装は基本使いません。とにかく、ここ、敵が出ませんので、まずは奥へ奥へ、進んでいきます。ここですね、ここで最後の部屋、この部屋の奥行くとイベント発生しまして、ここでですね、特攻壁出てきますので、この後一気に、入り口まで避難します。で、痛い。ここは素直に痛かった。でですね、先ほどいろいろ出てきた新資源というものが、こちらの正体というのが、いわゆる何かの財布とかではなくて、旧世代のロストテクノロジー、失われた技術。これが、新資源と呼ばれるものの正体で、今回のこの出てきた特攻兵器、これもですね、その新資源、ロストテクノロジーの一部であります。で、はい、これで脱出で。ちょっとですね、最初の通路口入るときに爆撃されたのが痛かったですね。ちょっと、あれはロスりましたね。これいよいよ、ミッション 4D、クエスト AC 排除。依頼主はクエスト本社で、クエスト現地部隊の主力となっている AC を撃破するというミッションです。ここでですね、最初の方に出てきたジノービーさん、彼との、決着をせるミッションです。基本的にはAC 演習とか大差なんですが、痛い。ちょっと回ってですね、ここ入り組んでますので、グレネードキャノンが避難しやすいという、問題がありますが、あ、これはうまくいなしている。このままうまく旋回取って倒しに行けるか、あ、いけそうですね。はい、行きました。今回割といい感じでしたね。ですね。いやー、相変わらずやりますね。今回のジノさんは出れてくれました。そうですね、割と出るでしたね今回。さて、いよいよチャートももう本当終盤ですね。ですね、このままいけるか、ましょうか。ミッション41、巨大 MT 破壊。依頼主はナービスで、先ほど出た旧世代の技術ですね、こちらを元にした、巨大兵器が暴走をしたので、こちらの破壊を依頼するというミッションです。まずここですね、目の前に核兵器を開かないと先に進めないので、砲台破壊します。ここちょっとイライラタイムなんですね。そろそろいけるか。で、ここもちょっと砲台破壊しまして、で、このままですね、目の前の核兵器ですね。この奥に対象となる MT がいるので、この隙間を狙ってパルスキャノンで損失します。で、ここの巨大 MT、実はですね、このロックオンできないところにもダメージ判定ありまして、この通り、ノーロックでパスコと。的確にバロットロケットを当てて、はい、撃破です。そうですね、続編で、ラストレイブンにおいては、試作型と完成型の量産機ですね、2種類が出てきます。
さて、ラスト。ラストですね。さて、いよいよ、この RTM をラストミッション。ミッション42、旧世代兵器、旧世代兵器起動阻止。依頼者は手下がりで、同社の研究者が、一部の研究者グループです。これが独断でその旧世代兵器を動かそうとしているので、これを、キサーリ社が止めてほしいと依頼するミッションです。まずは、ここでもう、バラスタノは使いませんのでパーチします。ちなみにですね、お買い物で買ってたのインサイドポケットですね、実はですねここで大活躍をいたします。と言いますのもこの制御装置、これはですねロケット一発で破壊できますので、これをインサイドポケットで破壊します。破壊向こう破壊するとゲートがあれ光った。で、ここも、破壊します。で、こうしますと今度はあの先に進めるようになりますので、先に進みます。ですね。そうですね、唐沢はジャックさんが持ってましたね。で、ここで、核兵器があるので、これが、最後ですね。これを破壊するとラスボスが登場します。立って。そうですね、はい。ね、あ、そうなんですか。なるほど。で、こちら、ラスボス、正式名称アンノーンなんですが、この通り、排除排除というので、排除君という名称が有名です。で、こちら、腕増し EO で装置できたら狙いたいんですが、今回ちょっと頑張りだ。ちょっと逃げますね、今回は。時々ですね、この静止して攻撃モードを入るときになりますので、走行を逃さずに撃破できれば、今がチャンスかな。あ、まあ、まだ動く。よし。あ、割と、すんなり。もうすぐタイマーストップです。この次のイベントが終わって、ね、画面が安定したらスタッフロールが始まるんで、そのスタッフロールの音楽が流れ始めたら、タイマーストップでお願いします。間に合わなかった。ちなみに、そうなんです。このミッションの依頼は、旧世代の、起動を止めるんですが、間に合わなかったという展開になります。で、この後、最後の一幕がありますので、ね、もうしばらく、お付き合いください。はい。ちなみに先ほどハイジョ君なんですが、実はですね、海外版のネクサスですと、ラインボールという名前だそうです。そうですね、ウェンね。で、ここなんですが、ここはもうエリアオーバーで終了しますので、はい、あ、うまく決まりましたね。この後で、もう、で、BGM が。で、タイム。はい、というわけで。はい、終わりです。いや、どうも、お疲れ様でした。ああ、ありがとうございました。いや、本当に今回、割とね、すんなり、通れてよかったですね、本当に。良かったですね、本当、完走できるかどうかは、だから本当不安だったんで。ね、なかなか、本当、このゲームなんですが、道中、結構、鬼門となるポイントがいくつかありまして、これ、本当、詰まると結構厄介な感じなんですよね。いや、本当に、ミヒロさん、お疲れ様です。ああ、ちなみに、タイム、いくつでしょうかね。ちょっと僕は今、モニター今できてないんで、運営側では、あと一応こっち側でもタイマー回してるんですけど、あ、そうですか。こちらのタイマーでは1時間13分4秒となっております。1時間13分4秒。あー、なるほど。やはりですね、空のタイミングがありますから、プラス1分と考えてもちょっとあれでしたかね。やっぱりカラーリングでプラス1分で、そこから1分半か。そうですね、まあ、やっぱりあれですから、彫刻でロスったりとかちょっと痛かったですよね。結構細かいロスが多かった感じです。うん、いや、でも本当に終始安定した走りで、いや、本当にお疲れ様でした。いやいや、ありがとうございました。ジノさんも、本当にありがとうございました。いえいえいえ。じゃあこれちょっと私の方からいくつかちょっと紹介させていただきたいことがあります。まずね、まあ、チャットの方でも何回かちょっと、アーマードコアの RTM ちょっと気になってる人が何人かいたと思うんですけど、まあ、ちょっとそういうの情報をまとめようと思って、
アーマードコアの RTA について扱うディスコードサーバーを作りましたので、こちらの方を紹介させていただきます。アドレスをちょっと運営の方に送るんで、ちょっと待ってください。運営の方に、貼ってもらいました。出ていますかね。ありがとうございます。で、あともう一個、こちらも、告知というか宣伝になっちゃうんですけど、9月に RTA のイベントがありまして、名前が RTA マラソンアット大阪という、確か9月の9日だったかな、にあるオフラインの RTA イベントです。名前通り大阪にある会場に集まって RTA をしたり、あと攻略、交流をいろいろしたりという、そういうイベントになっております。でこちらも、ありがとうございます。貼ってもらいましたね。こちらもまだ参加者受付中なんで、こちらの方もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、時間ですね、時間どうですか。ね、まあ、エンディングも終わっちゃったわけですけど、時間まだ余裕ありますかね。何分ぐらい余裕ありますかね、今。次のゲームの予定時間が、1時過ぎか。じゃあ、で、今40分もある。なるほど、了解です。時間ありますか。では、じゃあ、ちょっと、例の。あれを。あれをやりますか。はい。ですね、はい、今回。お願いします。はい。ですね、今回、いいですか、僕が言っちゃって。はい。はい。ですね、今回ちょっと、時間が余った時の要求というのを一つ用意しておりまして、ですね、このゲーム、僕は解説でも何度か言ったんですけども、対戦が非常に熱いシリーズなんです。で、こちらのネクサス、ナインブレイカー、ラストレイブン、この3部作を、NK と言うんですけども、こちら NK はですね、外部の X リンク回というソフトがあるんです。こちらを使ってネットワーク回線をすることができます。で、ちょっと今回、この空いた時間を使って、直にネットワーク対戦をやってみたいと思います。どうするかな。ちょっと本体を切り替えたんで。そうですね。はい。で、今、そうですね。今、ニードルさんの、プレイステーション2画面ですかね、今。もうちょっと。はい、映ってますよね。そうですね。大丈夫です。映ます。ネクサス部屋に入って。僕もそうですね。ネクサス部屋ですね。入って。ちょっと待って。はい。大丈夫ですよ。プライベートアリーナの作り方忘れた。じゃあ、ですね。僕が作りますか。お願いします。どうやって作る？この僕もちょっとあやふやだな。このペンのマークか。大丈夫ですか？作れます？はい。作ります。お願いします。はい。これが。ちなみにこれ今起動してるのもう一枚のディスクの方ですね。レボリューションの方。入りましたね。対戦自体はどっちのディスク使ってもできるんで。で、バーサー。そうですね。ナインブレイカーが対戦ツールスは非常に優秀ですね。で今回はちょっとネクサスの RTA ということで、はい。ネクサスの対戦で行っていきます。でちなみにレギュレーションなんですが、せっかくですので、全解禁で行っていきます。はい。ちなみに私はナインブレイカーの RTA もやったことがあります。そうですね、はい。ニードルさん、NP の RTA の、ワードレコードですね、過去に確か。今度はこっちが行っていいか。そうですね、お願いします。はい、お待たせしました。さて、どうしましょうかね。結構時間があるんで、いきなりあれを出すかどうか。まずはちょっと小手調べで、もうこれでいきましょう。はーい。いきまーす。じゃあ、スタートで。スタートで。
まあ、これは実はナインブレーカーでいつも使ってる機体なんですけどね。そうですね。そうですね。今、ニンジョルさんの使ってる線が、先ほど RTA でも使った腕マス使用を主軸にした高速特化、通称一人ネクサスと言われるアクセンなんですが、こちらはですね、とにかく速度と火力に全振りした結構やばいアクセンです。対する僕は、中量2脚をベースにレーザーライフルを装備したシングルトリガーアクセンでちょっと挑んでいきます。どうかなぁ。今僕はですね、こちらの垂直型ミサイルというのを打って、とにかくニンジョルさんに近づかないように必死で逃げます。この線ですね、張り付かれると本当にやばいので。よし。いやー、燃えた。やばい。これはやばい。あー、これはダメだ。終わった。あー。ニンジョルさんですね、今インサイドにあるナパームロケットっていう武器があるんですが、これを対人戦で当ててくる人なんです。これを当てると相手を燃やして、まあ、一気に熱暴走に追い込むことができると、はい、これはじゃあ振られたくなかった。いやうまく褒められてなかったです。あー、やっぱりあれだ。じゃあもう一戦、二戦目いきますか。さて、やはりあれね、腕増しにレーザーライフルっていう舐めたことはやらなきゃよかったかな。さて、次はこれでいきましょうか。お、なんかやばい AC が今ちらっと見ました。あ、大丈夫ですよ、スタートして。はい。あれ、これはエラーですかね。エラーですかね、接続エラーですかね、ちょっと。そうですね。これちょっと、X リンク回対戦なんですが、ちょっとこういうエラーがですね、東京に出ますんで、待ったらこれも、めげずに、再生できますかね、時間。さーて、僕はですね、操作ですね。ニンジョルさんがですね、A 操作と呼ばれる、スティックですね。こちらをメインにした、操作なんですが、僕はですね、従来型の B 操作と呼ばれる、重機メインの、操作方法ですね。ちなみにさっきの機体だと、もう完全にナパロケ特化にキーアサインに変更してます。もうナパロケ特化のキーアサインという時点で、非常になんかもう恐ろしいですね。2機目はこんな感じですね。よし、2機目、いきます。大丈夫ですか？いきまーす。はーい。さーて、ニードさんがですね、はい、この全解禁ネクサス最強と言われるクレオバーセンです。愛する僕は、腕にゃー、当たらないな。そうですね、重量逆関節と呼ばれる足を採用した、武器腕のアセンです。腕にゃーと言われる、腕場所とまた違った、効果力が、弾をですね、打ち出すパーツなんですが、こちらを使ったパーツですね。よいしょ。ちょっとまずいな。やはりこれは、ちゃんと使えばよかったか？頭巻きに行かない。ちなみにこの機体バグ使ってますね。そうですね、左腕にですね、火炎放射器っていうパーツを装備してるんですが、こちらを装備するとですね、ロックオンサイトを本来持ってる最大値の広さまで拡大することができるので、この通り、本来さ、サイトが狭くなる武器でも、狙いやすくなります。お、これは、いけるか？ちょっと、攻めすぎたかな。あら、惜しかった。怖かった。
ちょっと私あんまタンク使わないんでね。そうですね。基本的にニードルさん速度特化系ですもんね。攻め思考なんで。そうですね。マガスナ火炎放射、チェーグレはもう本当にネクサスの全てを凝縮したと言っても過言ではないですね。じゃあもう一試合やって終わりにしますか。そうですね。そうしますか。間違えた。ちなみに、ちなみにもかじゃなかった。ああ、どうですかね。クレホバにして襲い機体。ああ、どうだろう。あんなもんだったような。まあ、ちょっといろいろ積みすぎたんだよ、さっきの。なるほど。あと、まあ、なるほど。整備データごとに、これ、ひょっとして、朝に変えてるやつですか。では、スタートします。はい。ちなみにですが、今度は私が、クレホバを使います。あら、ちょっとこれは相性悪いかも。ちょっと知ってる人は見覚えある機体なんで、これ。そうですね。ニーロさんのアセンがですね、オーバードブーストと言われる、瞬間的に高出力で動ける、コアですね。こちらを採用した速度特化のアタックアセンですね。さーて、どうするか。さーて、どうだ。さあ、どうしようかな、これ。さすがに逃げ回りますね。おっと。これはもうあれだな。切り替えよう。ちょっと。やめてー。時代が入る。あーでもやっぱりきついか。並列しない。ちょっとあれだな、ちゃんと上取ってればよかった。はい、これがやっぱりきついですね。きついですね。ペラペラなんで、この人。うーんですね。実際私対戦だとあんまりジノさんには勝てないんで。いやでもニーロ様は本当にナパラケがあるんで、僕も全然油断はできないです。まあ、そもそも最近 RTA ばっかやってたんで、対戦の腕の方がちょっと。あ、まあまあまあ、そうです。逆にあれさ、僕は対戦1本ですからね。ですね。まあ、対戦もこういう風に面白いよっていうことで。そうですね、はい。まあ、対戦の方も気になる方いましたら、そうですね、今私とジノさんの連絡、あ、ツイッター ID とかって今配信画面の方に出てると思うんで、はい、そっちの方に連絡いただければ、そうですね、はい、対応できるんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、終わりということで。そうですね、終わりましょうか。ですね。ね、はい。特にもう言い忘れたこととか、ないですよ、ね。そうですね、特には大丈夫ですね。はい。どうも楽しんでいただきましてありがとうございます。次の人に交代ということで、はい、ありがとうございました。はい、ではどうも、視聴者の皆様、そして上の皆様方、どうもありがとうございました。これにて失礼いたします。